本木久扇をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお訴えは神戸市会自民党神戸人事団団長の浜崎寂しい団長でございました。ありがとうございました。今日は数多くの弁士がリレーのようにお訴えをさせていただきたいと思います。決しましての演説は牧春美が選挙区でございます。兵庫3選出自由民主党副幹事長関義弘衆議院によりお訴え申し上げます。よろしくお願いいたします。